はいどうも欲しいです今回ですね、そのタイトルにもある通りなんですけど、ちょっとね、体調崩してるんですよね。この動画、すごい出すか迷ったんですけど、まあ、ちょっとリアルな状況っていうのもね、お伝えできればいいかなと思って出します。この動画撮影してるのは8月の5日なんですけど、体調悪くなってきたのは7月の14日ぐらいからですかね。まあ、主にどんな感じかっていうと、えー、食欲がない。 仮眠ですね。なんかもうずっと寝てるって感じなんですよ。であと全身が重たい。あと首くると肩こりもね、すごい激しいです。多分これ、寝すぎが原因だと思うんですけど、頭が回んないですね。うん。あとなんか、今は割とちょっとマシなんで動画撮ってるんですけど、こう、胸のあたりになんか、鉛のようなものがずっとあるっていうような感じ。であと、こう、自分の人生になんか価値がないような感じがするとか、このまま YouTube やってていいのかなとかね。 そういうこともちょっと考えてきちゃったりしますね。でどうしようどうしようってなって、えー、スマホでいろいろ情報をチェックしてしまって、さらに気持ちが落ち込むみたいな、まあ、そういった悪循環が続いております。まあ、きっかけはですね、まあ、これもね、皆さんに言うことではないんですけど、2021年の4月、5月ぐらいからですかね、それぐらいからちょっと YouTube の方の調子が悪いんですよ。要するに 再生があんまりされなくななくくっっててるとかチャンネル登録者数の伸びが悪くなってる、まあこういうのって YouTuber ではまあ当たり前の話だし波があるのは当然だし、まあ、飽きられたりとか、まあ、動画の内容が良くないとか自分の実力が足りないとかでね悪くなっていくっていうのは別に普通のことなんですよただなかなかなんでしょうね私多分それをこう今の自分の実力として受け止められなかったのか疲れが溜まっていてそれとちょうどこう ぶつかってしまってそういう,ふうになったのかっていうのはちょっと分からないんですけど、まあ、現状こんな感じですとで昨日ですね8月の4日に精神科に行ってきましたでそこで精神科医の先生とあと同じ病院で臨床心理士の方に診てもらっているので、まあ、2人に相談したところですね再発っていうところまではまだ分からないというかギリ言ってないっていうふうに考えていいかもしれないとただ今改善しておかないと、まあ、再発の可能性は高いっていうふうなお話を もらいました正直ショックですねカウンセリングとかではちょっと涙するシーンもあったりとかありました2週間後の8月の18日ですねに再度診察することになりましたそこであのまた投薬を開始するか最終決定するっていう話になってます2週間に1回の診察って僕の人生の中では超重症期だった頃にしかなかったので結構その事実もなんかショックでしたねうんでこれ 動画にするの迷いましたって最初にお話したんですけどやっぱり僕のチャンネルってこう鬱を改善しした私がメンンタルルについて話して話るチャンネルなんですよね、まあ、だからやっぱり体調を崩したっていう、まあ、ちょっとなんか波があって最近疲れてますぐらいだったら全然いいと思うんですけど例えばなんか再発しましたとかまた投薬されることになりましたとか、まあ、今回の動画みたいに今精神の状態が良くないですとかっていうのはなんか自分の なんでしょうねその説得力がなくなるような気がしていてなんか申し訳ない気持ちになったんですよねでこれを動画にするのかっていうのはすごい迷ったんですけどただ嘘をついてそのすごい元気に振る舞って動画にするっていうのもまあこれもまた違うかなと思っていて皆さんこう,うつ病以外のもねうつ病以外でも他の精神疾患の経験者の方もいっぱい私のチャンネル見てくださってますしそういった経験なくてもすごい 今落ち込んでいるとか、あのー傷、傷ついた経験がたくさんある方がいらっしゃるので、多分バレると思ったんですよね。その嘘ついて元気に振る舞っても、なんか元気ないですよねってコメントが、多分書かれちゃうんだろうなと思って、もうだったらここで正直に言っておいた方がいいかなと思って、えー、動画にすることにしました。で、これからの YouTube 動画に関してなんですけど、えっ、ー、と、私、その元気だった頃にすごい取りだめしていたので、 10月の初旬で、そこまでは、わ、まあ、割と、なんでしょうね、元気な星というかほん、その時は本当に元気だったので、元気な星でいられると思うんですけど、まあ、それから先のことっていうのは正直わからないっていう状態で、まあ、やっぱり今、動画撮れないんですよね。こういうことをするとメンタルにいいですよって言えないんですよ、自分ができてないので今。なので、動画が作れないっていう状態なんですよね。だからその 10月のストックが切れるまでになんとか元気になりたいなと思ってるんですけどまあこうやって期限を決める期限を決めて元気になろうとするのってよくないよって私は自分の動画でも言ってるのでまあその時点で説得力ないなって感じなんですけどまあともかく今の,あの現状の保守のリアルっていうのをえお伝えする動画になりました本当にその何でしょうね今状態が悪いから構ってよっていう風に思われてしまうのも嫌だし あの今までの動画何だったんだみたいなお叱りの声とかももしかしたらあるかもしれないんですけどやっぱりうつ病ってそんなに甘くないんだなっていうのをね改めて実感しましたね多分結構無理してたんだと思います今年の1月からはすごいやることも多くてあの今までの年度の中でも結構忙しい月だったので、まあ、無理に無理をちょっと重ねてしまったのかなと思って、えー、反省しておりますはい、まあ、こんな星なんですけどあのこれからも 応援していただけると嬉しいですというわけでまた別の動画でお会いしましょうバイバイ